だからバカなんじゃないのって思った何訳わ,わかんないこと言ってんですかみたいな彼女はそれが自分の存在意義のすべてだ先日俺佐藤真本喋ってきたんですけど、うん、あんまり考えは変わらなかったですねいやあの人は東大理さんに合格させる競技、うん の話をしてんんだと思うううですよあ、まあ、そういう評価関数ね、うん、オリンピックでウサイン・ボルトが 100m を走ります世界で一番速いです、うん、生身の人間だけだったらでも僕たちはそこで自転車の方が速いっしょ って言ってるだけなんです多分競技が違っていて生身の人間で東大理さんで合格させるっていう競技を彼女はしようって言ってんだけど僕はそこは間違えてると思っていてゴルフでねゴルフのクラブって昔はあのドライバーってパーシモンっつって柿の木を使ってたんですよ今チタンでしょそうなるとどういうことが起こってるかっていうとパーシモンを使ってた時のクラシッククラブってアンティークとしての価値があったんだけどチタンと ドライバー前世時代になって、うん、単なるゴミになっちゃったんですよ東大理さん受かるってのはパーシモンみたいなもんだってこ、ね、そうエンタメとして別に 面白くないじゃないですか。うん、東大の理散に受かるか受かんないかなんて、うん、どうでもいい話。だから、からうん、バカなんじゃないのって思った。何訳わ,わかんないこと言ってんすかみたいな。彼女は、うん、それが自分の存在意義の全てだから。アイデンティ,ティだから。アイデンティティだから、それは必死に抵抗すると思いますけど、うん、僕は別に議論する価値すらないと思ってるんで、<laughs> あ、そうですか。<laughs> じゃあ頑チャット GPT で大学の志願理由書とか書いていくるの当たり前前提でもアメリカの大,大学関係者が考えてますよね昔ね小学校で書くのにね、うん、シャープペンシル使っちゃったんですとか言われて <laughs> あったあった,あったそれぐらい意味がない言葉な <laughs> むしろプロンプトエンジニアリングを教えるべきですよね <laughs> 子供達そうそうそうだから大脳の機能拡張なんだから、うん、それをなんでわざわざマスキングするのだから僕はある意味人権だと思うよ、うん、人権侵害だと思うよ GPT を使う ないいっていうのは基本的人権の侵害ですよ使ったら明らかに有利なんだもんチャット GPT 使わないっていう選択肢はありえないですよ、ね、それってねどういうことかっていうと、うん、自動車を使ったり自転車を使うと運動しないから足が退化するって言ってるようなもんですよ、うん、東大理算に受かる学力はつかなくなるよって別につかなくてもいいよねそれは、ね、使わなくていいよねってけ <laughs> なんか昔ほら僕らの時代ってそろばんの授業とかあったじゃ、うん。いでまあ、未だに習字とかやってるじゃないですか、うん で止め跳ねとかやってるじゃないですかいやアートとしては別にいいのかもしれないけど、うん、実用として何の意味もないじゃないですか、うん、どうせだってみんなタイピングとか音声入力とかで文字書くんだから、ね、計算なんてさ今みんな計算機でやるわけでしょ、うん、計算機すらいらないわけじゃないですか、うん、チャット GPT に言えば だって数式まで書いてくれますからまあそうですねでも最近では g p t 4になったらかなり良くなってロケットとかでも使えるようになったんですその計算式まで全部作ってくれるんですよすげえなそれで結論まで全部書いてくれるんで、うん、そういうのめっちゃ楽だしロケットってほとんど書類作業なんですよ図面はこうこうこういう理由で書いたんですみたいなことを書かなきゃいけないわけそれはチャット GPT とかにやらせるとめちゃくちゃいいんですよ鳥取県知事が鳥取県はチャットボットチャット GPT 禁止とか言ってましたがアホなんですかアホなんです 佐藤ママででした、ね。うん、なんかそれと一緒です。イーロン・マスクが全く堀江さんと同じこと言ってましたからその私勝手にやってるように思うけどいやスペース X ってめっちゃそのレギュレーションコンプライアンスとかやってるんでやりまくってんだみたいなこと言ってましたていうん、かそれやらないと事故が起きるんで文章を書くことがめちゃくちゃチャット GPT で自動化できるから、うん、LLM ですげえ AI がすごいなったっていうのは、うん、俺は。 なるほどと思ったわけ人間の脳もさ猿の脳もさ構造一緒じゃん容量とか密度が違うだけで生物学的構造としては <laughs> それこそ g p t 3と g p t 4の違いみたいなもんですよねそうね例えって言うとチャット GPT の一番いい使い方なんだと思います、えー、これからの日本の経済についてどう思いますかとかうん、うん、どう返せばいいって思います g p t 3にお願いしたいですね,ね g p t 3に聞きだってき返したいですね確かに前は検索エンジンに聞けみたいな感じだったのがうん、うん もう本当に自然言語処理で返してくれるから、はい、めっちゃ楽で僕のメルマガも今入れて良くしてるんですよ。回答が僕っぽくなるよ。うんはい、一番これ使えるなと思ったのは本の帯書いてくださいとかうん、うん、堀江貴文さんが書きそうな帯を書いてくださいみたいな書くとほぼ。 そそのままれやってくうですねクラウドファンディング始めるんですけど応援のコメントお願いしますとか俺に考えさせんなよみたいな校長先生の挨拶とか町長の挨拶とかあれもほとんどどうでもいい結婚式の主賓の挨拶とかみんな AI でいいんじゃないかなとあれどれぐらいだと思います知能指数理性的なこと言わせる分にはそれなりに もう下手したら普通の社会人よりもイけてる気はします就活の面接とかもい,いんじゃないですか、えー、そうそうやってくれそうな気します <laughs> 感情を聞いたみたいなことやってたんですよ、えーえー、H3 ロケットが失敗しましたみたいなニュースをチャット GPT のフォーム入れてこの文章を読んでどんな 気持ちみたいなそうすると悲しみなな。ガリさんみたいな感じで出るんですよ。すすうん、感情あるんじゃないですか感情はアウトプットできるんだと思うんですよ。うん、あれはもう人間なんじゃないかなと思ってるんですよ。うん、<僕>外から見て感情を解釈できてれば、内側が何であっても観測上は人間と一緒ってことです、ね。そうです。だって人間だって中身はブラックボックスなわけじゃないですか。うん、まあ一応なんか脳のようなものが。 あるけれども、例えば女性なんかは、月に一回生理とかで、めちゃくちゃ女性ホルモンの分泌の量が変わって、めちゃくちゃ感情的になったりするわけじゃないですか。うんうん、あれ、肉体側からパラメータを送られてるようなもんです、ね、そうです。すごい激しい感情のパラメータを送られて、普段すごく心優しい女性が、いきなりなんか、人が変わったかのように、う,んう っってななたりすするる人もいいわけじゃないですか微量のホルモンっていう物質に操作されてるわけじゃないですかです、ね、人格がほとんどの人間は微量のちょっとしたパラメーターでかなりの部分がいじられていて。うん、本能的な 何かに無意識の何かに操られてる部分の方が多くてうん、うん、自我とか意識みたいなものがピョンって出てる瞬間ってそんなないのかなあそうです無意識の自動運転みたいなうん、うん、長距離運転のトラックの人って大体寝てるんですよみんな普通に寝ながら自動運転してるんですようん、うん、だけどそうやって人間って生きていられるんだなと思って、うん、オチのない女性同士の会話みたいなのあるじゃないですかあれもほとんど無意識でやってんのかな何が楽しいんですかそれみたいな感じのな なんですけどだから見ドロップボックスの情報の同期みたいな感じな AI のなんかシンギュラリティだ、うん、なんだかんだって言ってたものっていうのは実はもう来てるんじゃないかな僕らがまだ気づけてないというかう観測できてないというか、ね、そ,うそうですね、うん、ボケ老人とか知的障害者とか軽度知能知的障害の人とかに、うん、あのチャットボットを人間だって言って触らせてたら人間だと思うんじゃないですか 僕は自分でも触ってて人間ににたまに見えるるがあるんで人類の大半の人は数年もしないうちに人間と区別がつかなくなるんじゃないかなと人間との違いは1個だけで記憶の長さバッファーの長さっていうんですかね、うん、チャット GPT 唯一の弱点が記憶が3,000文字分ぐらいしかないんで喋ってるとだんだん忘れてったりとかとんちんかんなこと言うんですけどあそこが8万字とか6万字とか本1冊分の記憶ぐらいになっちゃったら人間とほぼ区別つかないんじゃないか制限してるんですか レスポンスするためにトークンっていうんですけど、まあ、大雑把に文字数が処理の限界みたいなんですよ、うん、今は手前の記憶とか命令とか裏側のシステム文言と返ってくる文章を全部合わせて4 0字のコミュニケーションしか取れないでもそれメモリができたらそんなことなくなりますよ、ね、そうこれから多分そうなってくるこれから外部 DB とか組み合わせて8 0字、1万字って増えていくと思うんで。 これまでの,その人工知能とチャット g p t 以降の違いって何かっていうと因果関係が分かるようになったらしいんですよね。時間というものがなく 買ったのがあるんですよ、うん、今こういう現象があってこういう結果が返ってきてるってことを理解してるように見えるようになったって。うん、だから因果関係が、うん、多分理解されたっていうか、うんうん、これまで何でそういう風にならなかったかっていうのは多分時間の概念がなくて、うん、で人間ってなんか知らないけど時間に支配されてるじゃないですか。物理学的に言うと時間って一つのその次元の一つでしかなくてただなんか人間は過去から未来にに、科学的にこう、うん 生きてるように感じてますよね、うんはい、だから人間って多分川に流されてるような生き物なんですよねそれをエミュレートすると、うん、途端に人間っぽくなってうん、うん、今があるっていうことはうん、うん、これはもう人間できるなと思っちゃったんですよ、はい、知性そのものはかなり人間に近くなってるので、うん、そこにくっついてくるデータストレージと処理速度さえあればもうだいぶ生きるんだとは思うんですよね,すねアートソーシング的な作業はうん、うんうん めちゃくちゃゃゃく得意じゃないですか、はい、日本のお役所の官僚が作ってるパワーポーマンダラみたいな、うん、<laughs> あるじゃないですかああいうの作ってっつったら作りそうじゃないですか 2>, もう2年か3年すれば、うん、一番トップレベルのチャットボットとはスラックとかで仕事してる分には区別 がつかなくなくくってくる気はします、ね、レスポンスが見えないところでやる分にはもう区別がほぼつかなくなるかなとはエキスパート的なものとかも一番得意じゃないですかうん、うん、その先生みたいなやつとか、うん、先生は結構今岐路に立たされそうな職業ですね確かに音声合成とかはもうできてるわけじゃないですかなんか口パクする CG とかもできてるじゃないですかやめたはずのラインクローバーのゲートボックスが復活してて。うんうん 対応になりますみたい、うんうん、あのレベルだと子供たちとかだともう全然十分なわけですよね、うん、親いなくてもそいつに喋りかけてるんですね道具持ってないドラえもんまではもうあと一歩みたいなとこまで来てる、ね、そうですよねインターネットのものだったらドラえもんオリジナルよりすごいもういっぱい積んでいるかもしれない子どもの教育とかそっちの方がよくないですか なと何だって教えてくれるじゃないですか、ええ、もうすでに問題になっているけどレポート書いて提出とかああいうのもう教育の範疇じゃなくなってきちゃいますよね作業になっちゃう何を教えるんだろうなうん、うん、あでもそれでも学校って変わらないと思いませんテ、うん、ストとか教える内容はシフトするかなと思っててっ実技よりに先生方は移動するかなと思って、うん、MBA とか取るときに 今だとすごいリサーチレポート出すじゃないですか、はい、けどあれが多分 GPT でもうダメになっちゃうんですよねこの町にある潰れたカフェにちょっと行ってきてお前再建してこいで再建結果持ってこいみたいな、うん、そういうような教育とかにシフトしていくんじゃないかな教育に関して言ったらその記憶がね長くなっていけば、うんうん、もうそいつに今から 漢字のドリルやらせとけみたい書き取りとか今多分やってると思うんですけどぶ、うん、っちゃけ字なんか書けなくたっていいわけじゃないですか AI は半分未来の人的にはサイボーグ的なポジっていうか自分の拡張ポジになると思うんで、うん、拡張部分にアウトソースできるもんどんどんしていく形にはなると思う、ねうん、でも多分そういうふうに僕はこれが外部脳だと思ってるんでめちゃくちゃ外部脳として活躍してるわけですよ、うん、こいつはほとんどの人たちは。うん ななななんかむべきものみたいい感じじになってるじゃないですかはい、はいうん、世界最高の数学動画とか YouTube に10本あれば数学の授業の大半はそれ再生する方がいいんじゃないかとか思ってますね、うん。ですよね全人口のそうだな78割ぐらいは動画でカバーできるようになったかなと思って。うんうん 残りの人たちはカバーできないんですけど、それが出てくることによって、教育は残り20%ぐらいの人たちに集中できるっていうことです、ね。そう、集中できるし、<laughs> うん、そこだけやっとけばいいのになって、うん。教師は割とエッジケースとか例外とか、一人一人のカスタマイズされた心のケアとかにこう集中できて、万人に届く普通の方程式とかでそういう動画とか、うん、マッチングしたりした教材とかでいいのかなと。教育はめちゃくちゃ変わる。電車あるのに、 どういうふうに切り込んでいけばいいのかなとかって思っちゃったんですよ、うん。教育委員会が変わってくれないと。<laughs> 教育委員会は変わらないでしょ。例えば日本の教育の仕組みは、親が子供のケアしたくないから、昼間預かってくれるフリースクールみたいなものを、いつかの瞬間にバババッとこう、やれたらいいなっていう感じですかね。でもみんながやり始めないと、マスクと一緒でみんなが一緒に外さないと外せないみたいな。究極的には僕なんかもう YouTube で学位取れちゃっていいんじゃないの高校 と別に YouTube 何個か見たらもう資格取れて高校生やりながら Google で働くとかそうなってくれてると嬉しいんですけどね。あれ親がアップデートしてないからですかね